フーベルタスフォンボニ人は、ドイツ空軍の軍人。第二次世界大戦で77機を撃墜した、エースパイロットであり、その先行から騎士鉄十字章を授与された。1911年8月3日、ポツダムで、ドイツ空軍のボギスラフフォン、ボニ人大佐の息子として生まれた。1938年の秋、コンドル軍団に参加し、第88戦闘飛行隊。 第3中隊に配属された。12月5日、ベルナーメルダースに代わり、中隊長となった。フォンボニンは、スペイン内戦で4機を撃墜し、天付スペイン十字賞金賞を授与された。1939年6月に、ドイツへ帰還すると、同月28日に、第26戦闘航空団、第5中隊の中隊長に任命された。 1940年1月1日、第54戦闘航空団大飛行隊の飛行隊長となり、部隊を率いて西部戦線で戦った。5月11日、第二次世界大戦の初戦果を記録し、9月中旬までにイギリスの戦闘機と爆撃機を発揮撃墜した。1941年7月1日、第4戦闘機学校に転属した。10月10日、 東部戦線の第52戦闘航空団第3飛行隊の飛行隊長となった。1942年5月、東部予備戦闘飛行隊の司令となり、同月22日まで指揮した。11月17日、30機撃墜を達成し、12月21日、51機撃墜の港により、岸鉄十字章を授与された。百四十三年五月三日、 60機撃墜を達成した。7月6日、JG54 の戦闘航空団司令に任命された。12月15日、ビーツェプスク付近でソ連の P-39 に撃墜され戦死した。去年32歳。死後、名誉特進により、中佐に昇進した。総撃墜数77機の内訳は、4機がスペイン内戦、9機が西部戦線。 64機が東部戦線で記録したものだった。ボニンには二人の兄弟がいた。兄のユルゲン・オスカー・フォン・ボニンは輸送航空団の機上偵察員だったが戦死した。弟のエッカート・ビルヘルム・フォン・ボニンは第一夜間戦闘航空団第2飛行隊の飛行隊長を務めたエースパイロットで対戦を生き抜いた。ありがとうございます。